はい、こんばんは。ガレージ友吉です。今日はね、ホビーショップメガドッグさんから、僕が購入した、プラモデルを、全部紹介したいと思います。で、前々からね、違うプラモデル屋さんで買ったプラモデルは今日は紹介しないですけど、今日はこのホビーショップメガドッグさんで、僕が購入したプラモデルだけを紹介します。昨日もね、ホビーショップメガドッグさんが、移動販売で、プラモデルを売ってたので、僕はそちらの方でも購入しました。まあね、今のところはどこでね、トラックで出没するかわからないんです。はい、まあ今日もね、どっかでね、来てたっていうのがありますんで、またね、違うとこでも、まあ、どこかわからないですけど、皆さんね、ドライブしてたりとか、お買い物してたりとか、するときに、車で、ね、とか、自転車でとか、歩いて見かけたときには、まあ見るだけでもね、楽しいと思いますし、そのね、店員さんとか、オーナーさん、店長さんとかね、皆さんも優しく、ね、いろいろとプラモデルの話もしてくれると思いますんで、もしね、見かけた時には寄ってみてくれたらいいと思います。で、今日はね、この AE111 ですかね、AE111 のレビンを、僕が購入しました。これはね、前々から購入してツミブラみたいに今は置いてます。はい、これが1台目ですね。で、この32のスカイラインの GTR ですね、タミヤから出てる、これはニスモの、GTR と違って、普通のスカイラインの GTR ですね、32のね。はい、この、まあ、前にもちょっと紹介したと思うんですけど、ボンネットとかがね、透明なやつで、色を塗ったりとかするんです。で、またね、これを作るときは、この31の今日できたばっかりの、セドリックですね、のガンメタを塗っていきたいと思います。これはガイアの、サフェーサーなんですけど、ガンメタのね、これ色なんです。はい、それをまたね、このスカイラインの GTR にも、エアブラシで拭いていこうかなって思ってます。はい、これが2台目です。はい、で、3台目がこのカルソニックスカイラインの、R31
これもね、まあ普通にかっこいいですね。星野さんがその当時に乗ってた車ですね。はい。これも購入して、作って飾ってます。はい。前にもね、紹介したと思いますんで、これはね、作ったやつをね、はい。これが3代目です。で、一番最初に、ホビーショップメガドッグさんで購入したのがこのクレスターです。はい。これもね、この箱の色では白色とかね、下がゴールドかな、これ。違うんですかね。全部白色ですね。の箱なんですけど、僕は、青色に塗って、で、まあ、これも飾ってます。はい。これもね、前々から、紹介、動画でね、紹介していたと思うんです。それを、まあ、また、見てくれたらいいと思います。はい。これが、4代目になります。はい。で、これはね、僕が購入したんじゃないですけど、僕の友達が購入した、R33 の GTR ですね。これは V スペックっていうやつですね。はい。これもなかなか、タミヤのあれなんで、いいと思います。はい。これは、まあ、友達の、ね、一つ目のやつです。はい。僕の家に、ちょっと置いてる状態ですね。はい。で、先ほど見せた、この、31のセドリック。はい。これも、まあ、買いました。はい。まあ、ここに置いてますね。はい。で、この前ね、紹介して、僕が、このキットもいいよって、で、僕の一番、ね、僕の中では一番おすすめです。はい。このコブラですね。お菓子の箱みたいな感じのって言うてた動画のコブラですね。はい。これもまあこれもね3800円ぐらいなんでいいキットでこのねコブラでしたら僕的には安い方かなと思います。はい。これも積みプラで今は置いてます。はい。で、昨日も紹介しました。これがオーナーズクラブの32分の1のオーナーズクラブ。これは栄光の日本グランプリのね、何ですかね、マツダの R360。クーペレーシングっていうやつですね。はい。これも、まだ中身は見てないんですけど、めちゃくちゃいいと思います。まあね、これもまだまだ作らないと思います。今は、積みプラにしときたいです。はい。で、こちらも栄光の日本グランプリの、ホンダ N360 レーシング。これもね、昨日買って、昨日の YouTube の動画で、買いましたよっていう配信をしました。は
はい、これもね、オーナーズクラブの32分の1いいやつですね。はい、これも積みプラにしてます。でこちらのオーナーズクラブのやつも、スバル360レーシング、これもね昨日一緒に買いました。昨日もね、ホビーショップメガドックさんは、移動販売してましたし、でそこで僕がこれをらを見つけて、もう欲しいと思ってすぐ手を伸ばして購入しました。はい、これも一応ねまだ積みプラにしときます。はい、で最後に昨日も紹介しましたかね、このアドバンの AE92 の、レビンですね。はい、これもね、めちゃくちゃいいと思います。まあ長谷川でもねこれが僕がねまだ出ないかと9月ぐらいから探しまくって、でちょうどねホビーショップメガドックさんにあると分かって、で昨日移動販売でこれがあったんで、もうすぐ購入しました。はい、これもねまだまだ作らないんで積みプラで飾っときます。はい、まあいつかはね作ると思いますけど、今はこれが宝物です。はい、まあね今日はこのねセドリックもできましたし、でこのねエアブラシのコンプレッサーのセットですね、もう友達からプレゼントしてもらって、でまあこのコンプレッサーのねセットは友達に対してっていうか、まあ本当にありがとうございました。またね何かあったらプレゼントしてください。まあそれは冗談なんで、僕もねこれを大事にして、エアブラシで勉強してプラモデルを一つずつね綺麗に丁寧に作っていって、みんなにこのね YouTube でも僕の友達とかでも綺麗にできたなって言って褒めてもらえるのが嬉しいと思うんで、いろいろと勉強してまたやっていきますんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。まあこのエアブラシコンプレッサーのセット、お友達さんありがとうございました。大切に使わせてもらいます。はい、それではね今日はこの辺りで終わらせてもらうんですけど、まあ、またね何回もこれを紹介しますけど、ホビーショップメガドックさんの通販サイトなんで、もし よかったらこのサイトを覗いてみてください。それと、もしねどこかで移動販売の方もしてるかもわからないんで、そちらの方も見かけたら寄って見て、でもしよかったら購入も
してみてはどうでしょうか。僕もいろいろといいね、プラモを見つけて購入してますんで、まあ、珍しいね、サーキットの狼の、BMW もありますんで、そちらの方も見てくれたら嬉しいと思います。はい、それではね、今日はこの辺りで終わらせてもらいます。はい、まあプラモデルの紹介でした。はい、それではガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。